私たちやら皆さんが生まれていないこの江戸時代の侍が腰に刀頭にちょんまげをしていた時代のガマの油売りを行います。想像しながら聞いてください。さあさあお立ち会い、さあお立ち会い、お用とお急ぎでない方はゆっくりと聞いてください、見てください。装備山越し笠のうちがざるときは物の出方白黒善悪がドーンとわからない。さあお立ち会い、手前ここに出したるは越中満金港でござる。ガマの油です。ガマはガマでもそこらここらにいるガマとちょいと違う。ガマかいな。ガマならおらんとこの玄関やら瀬戸やら後ろやら田んぼやら川やらにいっぱい落ちてうるさって夜も寝とれという方もおいてる。それはガマとは違う。ガマはただのそれはただのヒキガエル、アオガエル、イボガエル、それにおまけにデンブリガエル、ひっくり返る、ひっくり返ったりデンブリ返ったり跳ね返る、はい、イバリ返る、一番大変なんですが、一番大事なのは無事へ無事返る、これが一番大変なんで、カエルはいろいろとカエルカエルということがあります。はい、ここにいます。カエル、ガマガエルで白くのガマと言います。白く五六はどこで見分ける。前足の指が4本、後ろ足の指が6本、名付けて引き面相白くの釜でござる。さてこの釜はどこに住むかというと、越中は城原赤間押しのふもと、赤間押しの山深いとこで、おばこ、どぐだみ、源の証拠、よもぎ、薬草などを食べながらすくすくと育っている。さあここで武士が山男と一緒に相談をしている。皆の者を山の油を作り振り行こうぞ。おう、武士の指図によって山男はガマガエルを箱の中へ入れる。やけど、
回れば陰金タムシ、後ろに回ればイボジ、ヒレジ、デジ、ダッコ、歯の痛い時は歯にほっぺたにペタッとつけるとピタリと治る。が治らないものもある。恋をしましょう、恋をしてと。恋は死ななきゃ治らないという歌がありますね。恋は死ななきゃ治らない。さらに浮気の武士、年はとっても浮気はしたい。浮気の武士、これにはトーンと聞かない。さらにもう一つ、私の腹のようにたっぷりたまった脂肪にもトーンと聞きはしない。さてお立ち会い、ここにいたしたるは天下の名刀、おもちゃの名刀です。実によく聞きれない、さあここに返しが一枚ある。一枚切ってみよう。はい、叩いても切れない、引いても切れない、押しても切れない。ここで釜の油を差し表、差し裏にちょいちょいとつける。ついでに鼻の油もポーンとつけて、さあ行くよい、うまく切れたら拍手ごかっさい。はい、1枚が2枚になりました。2枚が4枚が8枚が はい、細かく切りまして、はい、カメラの準備してくださいよ。今からバーッとやりますから。さあいいですか、カメラさん、いい、そこちゃんとささあパッと散らせば、赤の上墓場越しの吹雪でござる。さあお立ち会い、このお立ち会いの中にはこんなに人間の傷にも効く、刀にもよく効く、これほどの薬はさぞ高いのでないかなと、こう思っていませんか。通常は200文です。今日はね、上花座へ来ました。上花座で売りますので、今日は男は度胸、女は愛嬌、坊さんお経で漬物らっきょう、聞いてていくださいね。そして山じゃうぐいすほほけきょ、この舞台からポーンと飛び降りたつもりで、さあどうだ、100文半額だぞ。さあ買った買った、買ったり買ったりという釜の油の工場であります。こういうことで昔はやっておったようですが、今だいぶ変わりましたが、買えるのは買えるから油を取ることはありません。まあ、カエルさんはゆっくりと遊んで楽しんでくだされ、皆さんも楽しんでくだされ。薬はやっぱり富山の一番、薬は富山です。皆様のご健康とご多幸を祈りしまして、創作演劇釜の油売りを終わらせていただきました。どうもありがとうございました。